アロワナとは、アロワナ木アロワナカアロワナアカオスティギーロスサニーに属する大型の古代魚の総称。南アメリカ、オーストラリア及び東南アジアの淡水に生息する。アロワナは、淡水域に生息する魚のうちでも大型に、成長する種類のものが多く知られている古代魚で、食性は主に肉食だが、飼育環境下での性質は穏やかで、また、 飼育方法も確立されていることからペットとして人気がある。小型魚を丸飲みするために、下顎がせり出したような大きく開く口が特徴的で、水面より上にいる虫に飛びつき捕食することができる。体半分より後に尾に続く背びれ、尻ひれと大きく発達し斜め下方に伸びた胸ひれを持つ。鱗は、 大抵の種類で大きくその一つ一つがはっきりしており、そのいずれにも濃淡や色彩の変化がある。中国では龍魚と呼ばれ、龍が権力と繁栄を象徴することから、歌教などを中心に幸運を呼ぶとして愛好者が見られ、口述する赤い変異種は特に高値で取引される。日本でも大型でゆっくり泳ぐ様子や独特の風貌に対する愛好者が見られる。 繁殖方法も確立されていることから養殖された事魚などがペット市場向けに流通している。反面、自然環境にいるものは保護され小取引や輸出入が制限されている種類も多い。熱帯魚のため温度管理には気を使う必要があり、摂氏28度前後が良い。pH も種によって適応するものに調節する必要がある。シルバーアロアナの場合。 成長すると90から1 0 0トルほどになるため、最低でも150から2 0 0トル以上の水槽でないと飼育は難しい。アジアアロアナ等は通常の飼育時で6 0トルほどで成長が止まる個体が多い。比較的小柄な化石キンでは120、60水槽での飼育が可能である。生後1年未満の幼魚から成長する速度は急激なものがあり、 2年程度で50センチメートルを超える。振動や物陰で怯えたり、ゴキブリやハエ等の虫を餌だと思い込んで水槽から飛び出してしまうこともあるため、丈夫な蓋が必要である。さらに体の大きなアロアラになると、蓋の上に重しを置くなどの対応が必要である。餌は、輪筋の幼魚や赤ヒレなどの小型魚の生餌だが、与え方によっては人工飼料も食べる。 たまにコオロギ、ミルワームなども与えて栄養バランスを取る。飼育所の多くでは単一の餌では栄養に偏りが出て体食や体型に影響が出るとして複数種類の餌を用意して与えることを進めている。アロアナは自然界では水面に落ちてくる昆虫などを捕食しているため常に髪型を意識しているが飼育環境では 他の魚との混泳や水槽底面に何かがあると、下方を意識するようになり、眼球が下を向いたままになっている個体を多く見かける。これを防ぐためには、他の魚との混泳は避け、水槽底面には何も置かずに裏面に黒いシートを、針光の反射を防ぐ等の工夫が有効であると言われている。一般に、アロワナと呼ばれるのは、アロワアナアカオスティーギーロスサニーに属する魚である。 アロアナアカは二族5種を含む、アジアアロアナを何種か分ける説があるが、未だ認められてはいない。その一例が CITES である。第13回2004年対、第14回2007年オランダとも、アジアアロアナの学名追加について話し合わせてはおらず、その付属書に書かれている学名は、スクローラピッチスフォーモスス一種だけである。もし、仮にアジアアロアナを何種かに分けるとすると、 CITES によって規制されるのはグリーンアロアナ一種だけとなり他のアジアアロアナは自由に輸入できてしまう。2012年にアジアアロアナの新種としてスクローラピッチスインスクリプテスがミャンマーで発見され CITES では付属書1に含まれアジアアロアナとは別に注釈をつけて登録された。このアジアアロアナはシタニウムゴールデンアロアナとして日本国内で すでに流通しており、CITES による取引の規制後は、国際気象野生動植物史登録表付きで、販売する販売者や養殖のものが流通しているとする流通関係者が存在する。アジアロワアナ、ありがとうございます。